そ防災ラボです。地域密着型のですね気象防災情報発信基地防災ラボです。えー、冬は寒波の情報をですね。どこよりも詳しく雪の情報もお伝えしておりますけれども、はい、明日の天気なんですか。はい、曇り一時砂のち雨のち晴れ。やな。 なんかなこれってなんかもやっとしますねもやっとしますね <はい S 1> この後説明します週末は大学入学の共通テストなんですよね <はい S 1> あの受験生の方はもちろんご家族の方も心配だと思いますのでえ天気予報詳しくお伝えをしたいと思いますまずはですね皆様のと福島の景色を楽しもう花鳥風月をおめでようというソラネットでございます今朝いわきの方から結構画像が来ましたいわき市の旅と 凍結がすごいです、うん、そしてミッチーさんいわき市道路ツルツルです車のスライドドアも凍結して開かないハプニング、えー、いわきの方は驚いたんじゃないでしょうか、えー、そして、えー、心配なのが今朝は道路が凍っていてパトカーや救急車のサイレンの音が鳴り響いていますという、うん、そういう情報もいただきました、えー、昨日降った雪がですね今朝凍結した、えー、私も昨日凍結注意ですよと言いましたけれどもかなり凍結している様子がわかりますただ日中はですね えー、こういう南相馬ではですね、えー、雪が残っているものの空は快晴多分雪も溶けたと思います福島市も、えー、青空が広がり東小富士も今日は少し暖かいようですねということですが見えましたねこれあの、ね、東小富士が東山が見える時っていうのは冬型が緩んでいる時ですから、はいえー、こういう時は寒くはならないということでございますさあ砂って何なのか、はいえー、いうことなんですけども昨日いわきで雪を降らせました、はい、この低気圧二つの低気圧で 低気圧が大陸の方から空気を引っ張ってくることがあるよという,ふうに言いましたねそうこういうふうに暖気を引っ張ってきたということなので今日長谷川さんあったかかったですよね、はいえー、暖かい空気が、えー、入ってきて福島県は寒さが緩んだということなんですけれども、うん、一緒にですね、はい、砂も引っ張っちゃったうん砂って一体何なのかなんですけれども、はい、ちょっとこちらの衛星画像を見ていただきたいんですが。 なんかこの辺もやもやしてませんかはい、してますねこれ実はですね黄砂なんですよ、うん、中国大陸で、えー、低気圧が通過した後に砂が舞い上がって上空の風に乗って日本に流れ込んできてるんですもんはい。すでに長崎県大村市ではこちらわかりますかね黄砂なのか対岸が確認できませんっていうこと太陽、えー、もぼんやりしているのがわかります九州ではこんな形ですで。 明日午前9時なんですが、交差予報、ほら、ああどうなってますか、福島県、かかってますよね、つまり、明日は午前中、交差がかかるので、はい、まあ、皆さん元々、もともと、このコロナの影響でマスクしてると思いますが、マスクしっかりとしてください、洗濯物は部屋干しにしましょう、そして、 窓をですねなるべく開けないもしかしたらザラザラになるかもしれないということですね車の上も少し砂が乗っかってしまうかもしれませんので、はい、明日は洗濯物する際はですね気をつけていただきたいと思います明日午前中砂が降ります、はい、じゃあ午後の天気はどうなのか明日寒いのかどうかはこちらで確認しましょう、えー、明日午前中みぞれや雨が降りますだからこの雨が 結構汚い雨かも。はい、あの砂混じるのね。だからあの黒い車なんかだとなんかこう水玉模様になっちゃうみたいな。はい、あの汚い雨で、そういうイメージをしていただきたいと思います。ただ午後には天気は回復します。えそして中通りの北部です。明日のポイントなんですが、昼前に小雨がぱらつきます。砂混じりの。はい、この雨が上がった午後なんですが。 今度は風が強く吹いてくるんですよ、うんあの、電車が止まるほどの風ではないんですけれども、えー、冷たい風がビュッと吹いてきます、あの大寒波だったんですよね、先週は。はい、明日の午後は小寒波でもない、さ、ま、ざ、あ、波寒波ぐらいなんですわ、うんはい、分かりにくいかな、さざ <laughs> <波>、えー、ちょっとこっとした寒波、はい、寒波とは言えないような寒気が入ってきますので、午後は少し寒さが増してくるのかなと思いますね。えー、そして中通りの南部です えー、朝の冷え込みは弱いんですね、はいえー、南風が入りますので、ただこの昼前の雨を境に北西の風が吹いてきて、少しだけ冬型に変わってくるということですね、ですから午後6、7度なんだけども、体感的にはもう少し寒く感じるかもしれません。そして、えー、浜通りです えー、昼前後、雲が多めなんですがこちらはですねあの雨はありません、結構あの寒冷前線通過の時っていうのは意外とあれなんですよ浜通りっていうのは天気の崩れないんですよね、はい、中通りと会津地方だけ崩れることが多いんですがまさに明日はその形ということになります。さあそして週末なんですけれども、うん 受験生の方心配ですよね,そうですねなんでこの季節に試験やるんだろうななんていうふうふに私、は思っちゃうんですけどねインフルエンザとかそれから雪もあるじゃないですか、えー、雪は寒さは交通機関はいろんなことを心配しなければいけないんですけれども、えー、天気どうなのかこれ上空1500メートルの気温を見てみましょうか。はい えー、ご覧のようにですね金曜土曜暖かくなります、はい、明日ちょっとあの寒くなるんですがあの午後ねところが金土と暖かくなりますところが日曜日どうですか先生？がくっと下がってますよね、はい、日月火と結構寒くなりますじゃあこの土曜日日曜日、えー、試験の日はどうなのかというとまず土曜日です土曜日は南風吹きます、はい、南風吹くので雪が降りません、うん、なので天気の心配は まあ、にわか雨程度であの折りたたみ傘持っていけばいいいけばと思います日曜日なんですが、西高東低、長谷川さんああ冬型の冬型の気圧配置。はい、ということで日曜日なんですが福島大学、県立医大会津大学の会場は雪になりますのでそんな大雪にはならないんですが、はい、念のため交通情報のチェックとそして防寒対策をしっかりとして、えー、試験に臨んでいただきたいと思います週刊予報です。 ということで、日曜日から冬型になります。月曜日にまた中通りでも雪が降り積もる可能性が出てきました。今回の寒波は火曜日までです。水曜日から月末にかけてはあの暖かくなりそう。一句はこちら。午後1点、さざ波寒波で風冷えに。福テレ防災ラボでした。